ドロットはイスラエル南部のキブズ。スデロットの近傍の国道344号線沿いにあり、行政区画の上ではシャアール・ハネゲフ地域評議会に属する。2018年時点の人口は822人。集落の場所はガザ地区との国境からおよそ10マイル、スデロットからおよそ4.5マイル、アシュケロンからおよそ18マイル離れている。ドロットは 1941年のハヌカーの時期にドイツから逃れてきたユダヤ人難民たちによって設立され、彼らは穀物や果樹、野菜類を栽培した。この器物では特に土壌流出が深刻な問題であった。名称はその前年に自動車事故で亡くなった小漬けの三人、ラベルイコールドブ、リフカ、ティルツァにちなんで頭文字をつなげたものだった。やがて遅れて、 イスラエル生まれのユダヤ人やチェコスロバキアやラトビアからの移民がやってきた。1947年の時点では人口は300人だった。1946年夏、ドロットはリンソンノルハマと共にイギリス陸軍に占領された。違法に所持された武器の探索を行ったイギリス軍は村に相当の物的損害を与えた。1948年以降、 ドロットは開墾地を広げ、それは1948年アラブイスラエル戦争の最中に住民が追われて無人化していたパレスチナ人の村富士の領域に及んだ。20世紀末の鬼没制度の変革の中でドロットでも資産の主有化などが導入されており、もはや本来の狭い意味における器物ではないが、コミュニティの運営に関する合議の監修など、 かつての器物の精度が多く残されている集落である。この器物における農業には点滴管外が大幅に導入されており、営農されている農地は3700エーカー以上に及ぶ。主な産物にはニンニク、小麦、ニンジンなどがある。ありがとうございます。